シリーズボスの流儀。今日のボスは回転寿司チェーンあきんどスシローの水留浩一社長。スシローの寿司として出して恥ずかしくないかどうか、売れるかどうか、儲かるかどうか。業界トップのスシローをさらなる高みへ。就任から10ヶ月、そのスピード改革に迫った。今年10月、全国に400以上ある店の店長らが一堂に集まった決起大会。経営理念を大声で唱和する社員たち。一方の水留はというと、ヘッドセットを装着し居並ぶ店長らを前に演説。その姿は伝説の経営者スティーブ・ジョブズ顔負けだ。我々はやはり今年ど真ん中の取り組みをしようというふうに思っています。ど真ん中、要は寿司がうまい。うまさにこだわる原点への回帰。いくつもの企業再生に携わってきた水留。社員への要求も高い。権限であったりとか、もちろんそれに伴う評価の仕組みも今入れていきます。ただ権限とともに責任を持ってもらいます。異業種から来たボスの姿を現場の社員はどう見ているのだろうか。まあ、全く新しい風が吹いてきたなと。厳しくなった、まあ、そうですね。その利益の意識とかっていうところに関しては厳しくなったかと思います。戸惑いとかないんですか。そうです、まあ、その正直就任された時はそういう気持ちもありましたが、ザ・リーダーって感じで、まあ、本当に方針をバンって出していただけるので、まあ、それに向けてしっかり取り組んでいきたいな。全店で1日10万皿以上売るというマグロなど、主力は一皿100円の寿司。客層も家族連れからお一人様までと幅広い。どの時間帯にどのネタが何皿売れたかなど、データを総合的にコンピューター管理することで的確にニーズを捉えてきた。それはよきますよ。安くて美味しいし、これとネタと、見合ってるっていうか、一番満足度高い。魚の鮮度にもこだわる。ハマチなら水揚げして港の工場で加工し、パック詰めするまでわずか1時間。客の満足度を上げる取り組みで、スシローの業績は右肩上がりを続けてきた。ではなぜこの時期に外部の水留を社長に据えることになったのだろう。職人からの叩き上げで前の社長を務めた顧問は、その必要性をこう説く。僕とかはやっぱりその結構ずっと、職人的な考え方もありますから、これから先さらにやっぱりこうぐっとやっぱりこう広げていく上では、やはりこう僕は持ってないような、今までこうスシローになかったような、やっぱその考え方、経歴を持ってる、やっぱそういう人がやっぱりこうね、必要じゃないかと。水留にとっては未経験の業界、戸惑いはなかったのだろうか。名前戸惑いというのはないですね。みんながどれだけ同じ方向を向いて安心して迷わずにこう一生懸命働いてくれる、まあ、そういう環境を作れるかどうかが私の仕事なので、まあ、そういう意味ではお寿司屋さんであっても、まあ、飛行機会社であっても洋服屋さんであっても、まあ、それは変わらない。その水留がまず手をつけたのが寿司のうまさの追求。手間がかかる皮引きを店舗で行うことで、より鮮度のいい状態での提供を可能にした。暇を見つけては店にも足を運ぶ。
あくまで視点は客目線だ。ちょっとやっぱサイズの違いが結構あるよな、どうしてもな。ナハツアイもサイズが全然ちゃうな、これな。これお得やね。まあ、ネタはもちろん、座席の回転率を左右するスタッフの動きが気になるようだ。やっぱりなんかちょっとまだ片付けが遅いよな。まあまあ、もうアイドルに入るから。こうした気づきはすぐに現場にフィードバックする。成長の勢いは止めない。水止めは現在の415店舗から5年後には 1.5 倍の600にまで増やす計画を掲げている。新たな可能性の模索も始めていた。東京中目黒で、これが今新しくオープンしました、うちの新しいブランドのお店になります。七海の幸寿司用、スシローにとっての実験店舗だ。中に入ると皿は回っていない。さらにショーケースの奥ではロボットではなく職人が寿司を握っている。回転寿司ではないのだ。実はこの店、10月まではワインを飲みながら新感覚の創作メニューを楽しむ別の形の店として営業していた。ところが水止めは住宅街もありファミリー層の客も多いこの場所ではニーズに合わないと見た。水止めの判断は早い。わずか9ヶ月で見切りをつけ、今度は本格的な握りを提供する店にリニューアルしたのだ。まあ、時には諦めるってことも必要になってくるので、やっぱりできないと思ったら諦めて次のこうモデルを作っていくっていう、やっぱりそこの回転をできるだけ上げていきたいというふうに思ってます。どれだけ高回転にいろんな実験をして成功モデルを作っていくかっていうのが非常に大事だと思ってますし、水止めは回転寿司だけでない新たな寿司店の形を模索し、さらなるスシローの拡大を目指している。スシロー自体も海外に出てったりとか都心に出てったりとか、今までのそのただのこうなんていうかな、同じものが増えていくんじゃなくて違う形でそのスシローという全体をね、どう大きくしていくか、そこがミッションだと思ってます。はい、それじゃあお疲れ様。水止めの挑戦はまだ始まったばかりだが、その目にはすでに業界トップを独走するスシローの姿が見えているのかもしれない。